皆さんこんにちは日本の大学全部行った男山内大二です東北の11公立大学という話をしたいと思いますはい、東北の皆さんどんな大学行きたいかというときに各県に国立大学ありますね宮城県仙台には東北大学そして青森には弘前大学岩手県には岩手大学 秋田大学山形大学福島大学ということで国立大学はあるんですが公立大学もたくさんありますので全部紹介しますまず青森県青森県立保健大学えー、ここは健康科学部で看護理学療法社会福祉栄養とまあ結構健康系バラエティーがま飛、あ、んでるというところで青森公立大学そう 青森県にある国立大学は青森大学じゃなくて弘前大学なんですね青森大学っていうのはなんと私立大学なんですよなのであまり全国区ではないで青森市県庁所在地なのに国立大学ないわけです悔しいじゃないですかだから青森市が作ったのが青森公立大学で経営経済学部があります経営が先に来るのが珍しいですねで経営学科経済学科地域未来学科何やるのと地域未来学科というのは 行政とか町おこしなのでこれは主にまあ公務員とか地域で活動したい向けの小さな法学部って感じですね社会学法学系経済経営だけじゃなくてこの地域未来学科で行政の勉強もできますよ、まあ、経済経営の勉強もできますがこの小さな産学科で構成された経営経済の大学が青森公立大学はい次岩手県立大学ここは結構大きいんですよ。看護社会福祉 ソフトウェア情報総合政策の四学部で、まあ看護や福祉は地域で必要な人材づくりしてるんですが、ソフトウェア情報学部っていうのが、まあコンピューターの学部なんだけど、ソフトウェアだけやってるっていう、ちょっと面白い理工系のコンピューターの大学なんですね。総合政策はまあ大きくは文系です。行政政策、それと環境、地域といった分野が勉強できて、これはまあ今までの考え方では。 経済や経営や法律や行政でやってたことを両方やる国立というところの法学部と経済学部両方勉強できるというのがこの総合政策なんですね次は宮城県宮城大学え宮城県がやってる大学で県立大学ですここはま看護それから事業構想学群というものがあってここはですねま大きくは文系のまビジネス寄りのことができる事業計画と デザイン情報といってデザインやコンピューターの勉強ができるっていうちょっとユニークな新しい分野ができるそれから食産業学部、まあ、これは農学部に似てますねファームビジネスフードビジネス環境システムということで、まあ、正直農学部と思っていただければ宮城県に東北大学以外に農学部があるというところですね秋田県立大学秋田県というと国際教養大学が大変有名なんですが実は秋田県立大学っていうのも別にあるんですね ただしここは完全な理系です。理工系と農業系なんですね。システム科学技術学部、まあ、ほぼ工学部です。でここが機械工学、知能メカトロニクス、まあ、ロボットですね。情報工学、それから建築環境システム、そして珍しい経営システム工学ということで、工学部ではまあ、かなりしっかりした人用です。なのでまあここもありかなと。秋田県は工学部は充実してるんですよ。秋田大学にも理工学部はありますからね。で、 でも秋田大学に農学部がないんですねそこで秋田県立大学に生物資源科学部まあ秋田農業盛んですからここがコテコテに農学部です応用生物科学生物生産科学生物環境科学それからアグリビジネスまあ農業のビジネスですねということで秋田で農業の勉強ができる大学といえばここなんですねで、国際教養大学まあこれはもう皆さん有名ですから調べていただければ秋田県が誇る 名門公立大学とといううことで興味のある方はどうぞなんと秋田県もう一個ある秋田公立美術学部美術学科なんですが、まあ、絵を描くだけじゃなくてデザインの勉強もできるし、まあ、秋田の伝統工芸の勉強もできるということで、まあ、都会の美術系大学行くと学費も高いから大変だという人はなんと東北ですと秋田県でこの公立の美大があるというのをまあちょっと知っておくといいと思います。 次は山形県です。山形県立保健医療大学、まあ青森と同じような感じで保健医療学部で看護理学療法作業療法ということでまあ看護リハビリ系に行きたい人はここに行くと。ええー、なんと山形県公立大学まだありまして山形県立米沢栄養大学という管理栄養だけの県立大があります。はい。最後福島県ここも二つ。 県立大学ありまして、まず愛津大学、コンピュータ理工学部の短大大学で、まあコンピュータやりたいという人にはここおすすめですね。福島県立医科大学、えー、なんと福島大学は医学部がありません。代わりに福島県が医学部を持っているんですね。あとは看護学部、それと新たに保健科学部ができまして、理学療法、作業療法、診療放射線、それから臨床検査技師になれます。ということで東北の公立大学十一校を紹介しました。 参考にしてくださいありがとうございましたご視聴ありがとうございましたいいねとチャンネル登録をぜひお願いしますまたメガスタの LINE にご登録いただいた方には大学受験に役立つ特別なプレゼントを申請します相談や質問も LINE で受け付けています詳しくは動画の下の概要欄をご覧ください